こんにちは県は新年度の人事異動を発表しましたここ10年で最大規模の異動で人口減少の克服などといった課題に果敢に挑戦するため組織の活性化と継続性を両立したフレッシュな婦人としています県は4月1日付で1624人の人事異動を発表しましたここ10年で最大規模で 部局長級である町議メンバーに3人本庁の副部長、主要課長に合わせて9人知事秘書官に1人など主要ポストへ女性職員を積極的に登用しました知事部局における管理職に占める女性の割合は19.7%と過去最大となっています 2期目を迎えた浜田知事は時代の変化を先取りし絶えず政策を進化させながら県政扶養に向けて職員とともに全力で取り組んでいくとコメントしています主な移動です県政の司令塔として新設する総合企画部長にこれまで商工労働部長の松岡隆和氏総務部長にこれまで総務省自治財政局の清水敦氏 文化生活部長にこれまで会計管理者の池上薫氏などとなっています。